ロバート・フルトン・ロバート・フルトンはアメリカ合衆国の技術者で発明家である。世界初の潜水艦であるノーティラスを設計したり、ハドソン川で蒸気船の実験と実用化に成功したことでも有名である。1810年頃作成した機雷は最初のかかり意識触覚機雷で最初の近代的機雷と言われている。1806年にフルトンによって設計された潜水艦。 ロバート・フルトンはペンシルベニア州ランカスターで生まれた。フルトンはアメリカ合衆国で肖像画家をしていたが1786年に英国に渡り画家のベンジャミン・ウエストの弟子となった。産業革命による社会の変革期の英国で彼の興味は絵から産業技術へと移った。運河の水位に関する気候や大理石切断用の小切りに関して特許を取ったりした。 1797年、彼はナポレオン戦争に湧くフランスへと渡った。フランス政府に世界初の主導式潜水艦であるノーティラスを設計して売り込んだり、英国侵攻のための兵員輸送用引き船として蒸気船を試作して売り込んだりもしたが共に失敗した。この時、知り合った中仏米国講師ロバート・アール・リビングストンから援助を受け、 1803年8月9日に、船長31メートル、潜伏2.4メートルで、左右減速に3.5メートルの直径の外輪を備える外輪船を作りセーヌ川で試走させて、時速2.9マイルで流れを遡る能力を示した。この実験結果をもとに、フランス政府に重ねて、彼の作る蒸気船の建造計画を売り込んだが、採用されなかったため、 1804年に英国に戻った。英国でも良い成果が得られなかったため、1806年に母国アメリカへ戻った。ほぼ同時期に帰国したリビングストンから援助を受けて、ハドソン側の蒸気船を建造することになった。英国滞在時に注文していた蒸気機関本体が A ボールトンワット社より小船によって彼の元へ届けられ、2本のマストも備えた。 心臓蒸気船は完成した。この船は船長42.8メートル、潜伏4.3メートル、喫水1.2メートル、排水量約80トンであったため LB がほぼ10という非常に細長い船であった。蒸気機関は内径61センチメートルにストローク122センチメートルのピストンシリンダーから20馬力の出力が得られた。 この船はノースリバースティームボート・オブ・クラーモントと名付けられ、通称クラーモントと呼ばれた。クラーモントはリビングストーンの所有地の名前であった。当時の蒸気船はまともに動くものがほとんどなかったために1807年のハドソン川での試運転までは周囲からフルトンの愚行と呼ばれていた。1807年8月17日午後1時にニューヨークの岸壁から始まった。 蒸気機関によるクラーモントの初公開では、始動直後に船体左右二つの直径4.8メートルの外輪が突然止まってしまった。やがて調整を済ませた新造船は順調に航行を開始した。船上の招待客も騒音を除けば快適な旅を楽しんだ。翌18日午後1時に最初の目的地であるクラーモントに到着した。 すぐに次の目的地オールバニに向け出発し、計32時間で150マイルを逆風で走ったことを計算すれば、平均時速は4.7マイルとなった。ニューヨークとオールバニの間は普通は4日間かけて搬送し、早い船が最適の風を受ければ16時間で回送していたため、クラーモントの32時間は驚くほど、 早いわけでもなかったが、人での30時間という記録と合わせれば、向かい風でも、無風でも、蒸気機関さえ動けば確実に起装できることが、示された点で大成功であった。公開実験の成功後、直ちに船内の宿泊設備などを整えて、2週間後の1807年9月4日からは、土曜にニューヨーク発、水曜にオルバニー発の週1往復のスケジュールで、 営業運行を開始した。この開業時には政府交換であったリビングストンの力もあってハドソン側だけでなくニューヨーク州の蒸気船による河川運送業の独占免許を取得した。12月から2月の冬季運休期間にクラーモントの改装を行い同時に船名もノースリバーと改めた。1814年にはノースリバーが引退しより大きな リッチモンドが登場した。その後はさらに、カー・オブ・ネプチューン、パラゴン、ファイアフライの3隻も加わった。フルトンの講演者であったロバート・アール・リビングストンの重帝ジョン・スティーブンスが、フルトン同様に蒸気船を自ら設計して建造し、世界で初めて蒸気船で概要を公開した人物となる。フルトンが持つニューヨーク州での独占営業権を避けるために建造した蒸気船、 フェニックスをハドソン側から、大西洋を南下してデラウェア側まで移動する必要に、迫られたためであった。A.B. 杉浦秋の著、所、蒸気船の正規 NTT 出版1999年6月28日、初版第一冊発行 ISBN4 から757140088。ありがとうございます。